私は異界の魔法使いジェリーフィッシュブルーム、人間世界と異界とをつなぐものです。本日は永遠のファミレスムーンパレスに自ら神隠しに会いに行こうと思います。元の世界への帰還、別にいいじゃないですか。ゆっくりしていきましょうよ。ドリンクバーもあるそうですし。よもつへくいよもつへくい。それではファミレスを享受せよ。プレイしていきたいと思います。友よ、何か薬を飲みましたね。月が満ちている。月は異界の象徴であると同時に狂気の象徴でもあります。ファミレスを享受せよ。あー、疲れた。月、綺麗だ。こんなに月が綺麗な夜はファミレスに行こうかな。月が綺麗だと思わずね、外に行きたくなりますよね。でもそれはナイトウォーカーの習性ですね。外、結構寒いな。静かだ。月に顔がついています。ムーンパレス。こんな近所に深夜もやってるファミレスがあったなんて。なかなか最近は深夜とかはやってないところも多いですからね。1名様ですね。こちらの席にどうぞ。ご注文お決まりですか？ソフトクリームとドリンクバーをお願いします。ソフトクリームとドリンクバー。はい。あ、ちょっとすみません。ソフトクリームにエビって入ってますか？ソフトクリームにエビはなかなか入っていないんじゃないでしょうか。お客様、ソフトクリームにエビが入っているかですか？強いアレルギーなんです。念のため。あ、アレルギーだとね、命に関わったりしますからね。入っていませんよ。注文は以上でよろしいですね。はい、お願いします。よし、勉強しよう。あ、勉強しに来たんですね、この人は。来ない。忘れられてる？たまにありますよね、そういう時。次はまあ勇気を持ってね、声を上げてみると、あ、ちょっと来てないんですけどって、まあ優しい感じで声をかけるといいのではないでしょうか。あれ？席こんな感じだったっけ？いえ、前の方にお魚の絵があったのを覚えてますので、違ってますね。なんか店の雰囲気も違う。なんだこれ、話題入手、ここはどこ？ひとまず店員を探そう。カトラリー。スプーンとかフォークとかが入ってるあれですよね。フォークやスプーン、箸などがまとめて入っている。料理が来ないなら使うこともない。ソフトクリームが来たらスプーンを使うかもしれませんね。メニュー表だと思っていたが、これはただの板だ。ツルツルしている。メニュー表ではなかったんですね。なんだこれ。何か後々重要なものになってくるかもしれませんね。ノート。勉強用のノート。これまでの状況を記録しようか。じゃあ記録しておきましょうか。セーブですね、ここが。よし。海を背景にしたワインのポスター。奥深い海の味わい。あー、最初お魚でしたよね、ここ。戻る。で、この青い部分に自分がいるということですね。ムーンパレスは24時間営業を続けます。すごいですね。なかなか、やっぱ深夜は物騒ですからね。閉まっているところは最近多いですよね。あ、これで移動できるということですね。隅のテーブル。あれ？あなたも新しい方ですか？よければどうぞこちらへ。セロニカさん？あなたは誰？セロニカです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。服のセンスがいいですね。髪型のセンスもいいと思います。そうですね。どうも自己紹介苦手で。ああ、そうだ、僕もここには来たばかりなんです。新人同士仲良くしましょう。情報共有などができたらいいですね。なかなかファミレスで新人、ファミレスの職員でない方で、スタッフでない方で、
新人同士とかなかなか言いませんよね。常連さんとかもなかなかねえ言いませんし、ファミレスとかでは 他の人といろいろお話したりとかってしませんからね、普通。セロニカについて。セロニカについて。僕ですか？男性の方ですかね。自分について話してたなんて随分やりにくいことを頼むんですね。そうだな。普段大学の図書館で事務をしています。ああ、事務さんをしてるんですね。まあ、セロニカさんがいたらまあ、雰囲気いいかもしれませんね。歴史が好きで結構詳しい自負があります。あとは、鳥も好きですね。形状が美しくて。なんていうか、珍しい鳥とかでしょうか。それともその辺を飛んでる野鳥でしょうか。好きな食べ物はカブ。ああ、カブですか。満足しましたか？ なんか質問攻めみたいになってしまったみたいで申し訳ないです。ではまず、ここはどこ？みんなムーンパレスだと答えました。出口の扉にもそう書いていますね。正直よくわからないというのが現状です。なるほど。みんなという方は、セロニカさん以外にも人がいるということですね。常ならぬことが起きているのは確実でしょうが。まだ主人公はちょっと席が変わったぐらいしか把握してないんですけど。店員はどこ？ここに店員はいないようです。そもそも店ではないとでしょう。ああ、新人のセロニカさんでもこれぐらいは把握していると。もう異常事態が起きている。異界に連れて行かれていると。まあでもまともな話し相手がいてよかったです。ドリンクバーこそありますが、メニューのようなものは見つかりませんでした。最初に顔のついた隙のね、バッジをつけた店員さんがいたと思うんですけど、そことはもう違う場所なんですかね。どこからか違う位相のパラレルワールドの異界に行ってしまったと。あなたは誰？セロニカです。よろしくお願いします。そうですね。ああ。セロニカさん、よろしくお願いいたします。長い付き合いになるかと思いますが。まあ、また何かあればお話に来ますね。お客様の声に応え、ペンギンソーダが復刻しました。ペンギンソーダ、ちょっと一回飲んでみたいですね。ドリンクバー。ドリンクバーだ。いいですね。ドリンクバーについて。ほとんど知らない名前の飲み物だ。ちょっと不安だな。グラス、が、黒い、ペンギンソーダ。さっき復刻したやつですね。真ん中の装置。故障中って書いてありません？右端の装置。駅とだけ書かれている。怖い。何の駅ですか？ボタンを押しても何も出ない。設置予定ってことですかね。張り紙。故障中使用不可。まあ、ギリギリ読めます。やめておこう。ペンギンソーダ。黒い酒、大地のスープ、月の涙、リンゴジュース。月の涙は飲んでみたいですけど、大地のスープはちょっと怖いですね。ガラスシロップ、白銀水、白金水とかだったらどうしましょう。ちなみに白に水と書いて白渦と読みます。グラスタッチ。ああ、まあまずはグラスを取って。普通のグラスまたたくさんある。誰が補充しているんだろう。店員はいないって言ってましたよね。じゃあペンギンソーダ飲みましょうか。なんだこれ、炭酸がすごい。あとなんか肉っぽい。 ペンギン入ってませんよね。私ペンギンは食べませんよ。 まさかペンギンの味？砂糖とか。左から順に砂糖、ミルク、ガムシロップ。ミルクだけ切れている。話題入手。ミルクはある？まあ、とりあえず、まあ、こういう、異界に行った時は、皆さんね、そこの食べ物はなるべく食べてはいけません。そこに馴染んでしまうと、もうよそに、元の世界に戻れなくなってしまうからですね。そう、ヨモツヘグイといってね、昔からある文化なんですけど、そういうね、異界、怪しいところに行った時は、そこのものを飲んではいけない。郷に行ってね、郷に従ってはいけないということですね。というわけで、黒いお酒を飲みたいです。ほのかに甘い。まろやかで飲みやすい。アルコールが入っている感じはしない。喉が温かくなってきた。さあ、全部飲みましょうか。大地のスープ。複雑でよくわからない。一瞬だけ生臭さも感じる。ちょっと塩気もある。でも美味しい。サラサラと入っていく。ああ、もうこの人は 帰れませんね。 月の涙。
というかここの人たち、もしまだ詳しく知りませんけど、ずっといるとしたら飲み物だけでどうにかしているということですか？あー、なんか実はペンギンソーダにいっぱいペンギンの栄養が入っていてとか。月の涙、冷たい。味は梨に近いかな。飲む前にシュワシュワと口から消えてなくなった不思議だ。ドライアイスですか？リンゴジュース、リンゴジュースだ。美味しいね。可愛い。主人公ちょっと可愛いです。ガラスシロップ、ガラスのシロップ。柔らかくて甘酸っぱい、とろみのあるレモン水という感じだ。ガラスシロップ、名前あんまりしっくりこないかも。まあね、ガンガン異界のものを飲んでいきましょうか。白銀水、水だ。白銀水、白銀は見た目だけかな。まあもう主人公の体はね、ここは異界だとしたらだいぶ組み替えられているんではないかと思いますが、とりあえず戻りましょうか。王のテーブル、一緒に働くスタッフを募集しています。美味しく楽しく働こう。でも店員さんいないんですよね。いいですね。あー、この人が王ですか。あなたもなかなかおしゃれな冠をつけていますね。趣味がいいと思いますよ。おや、貴公新入りか。アールスパイクさん、王ですか。まずあなたは誰。我が名はレイルロードスパイクフォースプーン王国の王である。あ、我が名はレイルロードスパイクフォースプーン王国の王である。よろしくな。フォースプーン王国ですか。なんかフォーの4つのスプーンなのか、フォースがプーンなのかちょっと分かりませんが、そうですね、よろしくお願いいたします。高貴な方とお見受けいたします。ところでファミレスといえど、ここは王の御前である。身の振り方には気をつけよう。はい、承知しました。なんてな、冗談だ。はははは、冗談なんですか。ではセロニカについて。セロニカ、長髪の青年だな。ああ、やはり男性の方なんですね。なかなか中性的な感じに見えましたが、貴公がやってくる少し前にムーンパレスに至ったようだが、あの者は貴公と違い王の前での振る舞い方を心得ていたぞ。貴公が慣れ慣れしすぎるというのもあるだろうな。まだそんなに話してるつもりはないんですが、遠慮もせずにここまで質問攻めにしてくるのは貴公だけだよ。それと我のことを知っているという様子だった我が名を聞いて驚いていたぞ。あー、歴史に詳しいって言ってましたから、まあ、世界のことも詳しいのか、それともあなたがこの時代の人ではないかということですね。あの者からなら我についての話も聞けるかもしれないな。まあ一応いろいろ聞いてきましょうか。ミルクはある？ドリンクバーの隅に置いてあるやつだな。我がここに至った時にはすでになかったな。他と違って補充がされないようだ。あー、なんか理由があるんですかね。そもそも補充される方が妙なのだがな。そうですよね、店員がいないのに勝手に増えてるとしたら、あのドリンクバーをなんか解体して見てみたくなりますが、それで飲み物がなくなったら問題ですからね。一体誰がやっているのか。補充者を見つけた暁には褒美の一つもでもやらねばな。あー、スパイクさん、好きな飲み物は？決めがたいな。そうだな、大地のスープは気に入っているぞ。飲むたびに新たな発見がある。あの複雑さは面白い。あ、では私も後でもう一回飲んでみましょうか。ではでは、ドリンクバーについて。ここに来るまで知らなかったが、ドリンクバーとはいいものだな。どのような仕組みかはさっぱりだが、正直人に入れさせるより気楽だ。皆が同じものを使うなら毒殺の不安もないしな。いや、どうでしょうか、コップに仕掛けがしてあるかもしれませんよ。では、セロニカさんについては聞いたので、アールスパイクについて、あなたは誰が聞きました。店員はどこ。残念だがここに店員はいない。料理人や召使いもいない。我々のような客人しかいない。客人しかいないのに、スタッフ募集中と。ここでは水が飲みたければ偉大な王でさえ自ら立ち上がりドリンクバーに行くしかない。
まあ持ってきましょうかって言おうかと思いましたけど、座りっぱなしも良くないですからね。自分で行った方がいいでしょう。ここはどこ？ムーンパルスというらしい。大層な名前だと思うだろ。そうですね。あ、でも私の本拠地もジェリーパレスって言いますよ。少し親近感がありますね。しかしここにはその名に恥じぬ奇怪な力が働いているようだ。例えばここでは人は決して死なん、老いも飢えもしない理想郷と思う者もいるだろうな。老いも飢えもしない、まあそうですね。ただまあ飢えないっていうのはいいことだと思いますが、まあ、死なないっていうのは生きてないっていうのと同義だと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。諸説ありますが、みんなどこからかムーンパレスにいたり、出られる術もないからとここで無意に過ごしているのだ。あー、じゃあ仲良くしましょうね。アールスパイクについて、ほう、我について知りたいのか。知っての通り、我は王だ。フォースプーンという小国のな。いや、正しくは王だったと言うべきだろうな。他の者から聞いた話によれば、フォースプーンはもはや滅びたらしい。あー、歴史上、あ、だからセロニカさんが知っていた、やっぱり昔の国なんですかね。相当の時間が経ったからな。さて、我についてだったな。自分自身について語るというのは慣れていなくてな。かつては王という肩書きだけで十分だったのだ。己を明かす必要などなかった。まあ肩書きがあれば十分だった。まあ逆に言えばここでは人として付き合えるということではないでしょうか。私は結構あなたのことも気に入っていますよ。ここではそれが通用しないな。王の権利も義務もない。貴子も満足しないだろう。やはりダメだな。歴史書の一つでもあればいいのだが。歴史家は雄弁だ。我のことも我以上に語ってくれるだろうに。じゃあ一周回ったらセロニカさんに聞きに行きましょうか。ではまたお会いしましょうね。ムーンパレス初号店はダグラ市でオープンしました。ダグラ市ってどこでしょうか。ドア、エントランス、月を望むテーブル。まあドアの方を見てみましょうか。暗い。ドアの向こうから人の気配がする。絵画、顔の描かれた三日月の絵。右の余白は気になるけど、そういうものなのかな。いずれ私の顔が浮かび上がるのかもしれません。月の絵画について。ドア開かない。内側から鍵がかかっている。一度みんなでね出たいのでしたら、まあ私はまだゆっくりしていくつもりですけど、出たい人がいれば全員でちょっとなんかねえタックルしてみたり、なんかいろいろものでね破壊しようとしてもいいのではないでしょうか。まあ、私は全然ゆっくりしていく気なのでまだそんなことはしませんが、外に誰かいますか。入っています。なるべく急いでいますから待ってください。あ、もしかしてあなた新しい人ですか。あん、何ですか今のやりとり。誰かいるんですか。あなたは誰。ああ、新しい方。セネズと言います。事情があってここから出られないんです。ああ、中に誰か入っている。あ、ここ出口ではないんですか。広い場所が怖いというか、その外を見ましたか。月以外何もないでしょう。闇というより無に近い。ああ、出口ではないんですね、ここ。じゃあみんなで破壊してもセネズさんが扉の巻き添えになるだけでいいことはないですね。セネズさんが出たくなったらみんなで何とかしましょうか。それでこの部屋にいてやましい理由があるとかでは、ないです。なんかありそうですね。では、ミルクありますか？多分ありません。ずっと前、ガラスパンさんが最後の一つを使ってしまいました。ガラスパンさん。なんかガラスのなんとかって飲み物がありましたけど。それと関係あるんでしょうか。月の絵画について。外にある絵ですか。正直あまり覚えていないです。結構中に長くいらっしゃるんでしょうか。余白は気になりますよね。私は余白は余白で開けておけばいいんではないかと思いますけど、まあそういうの全部埋めたくなる方もいらっしゃいますよね。好きな飲み物は。そのコーヒーとかですかね。あ、私も好きですよコーヒー。1日に3回ぐらい飲みます。でもまああまり飲みすぎると良くないので、デカフェとかで飲んでいますね。ドリンクバーについて。
ドリンクバーですか。すいません、あまり使ったことがないもので。この方ちょっと先ほどのセロニカさんとかスパイク王と違ってちょっと怪しいですね。何かムーンパレスについて鍵となるようなことを知っているかもしれません。セロニカについて、あの男の人ですよね。正直少し怖いです。あ、そうですかね。結構なんか親しみやすいというか、まあちょっと可愛い感じもありましたけど。被害妄想だとは思いますが、あの人と話しているとその何かを追求されているというか責められている気がしてくるんです。まあそういうのって大体9割方気のせいですし、1割方当たっててもまあそんな気にしてもしょうがないので、まあ気にしてもしょうがないですね。優秀な人が持っている残酷さみたいなものを感じます。まああなたの中にそれに反応するツェネズさんの中にそういうのに反応する何かがあるということですね。でもきっと私のせいだ。そして自分自身を責めるというのもまあね、誰かのせいにしているということでもあるというか、まあ自分は味方なんで大事にしてあげてください。ツェネズ、わ、私ですか。話せるようなことは何もないですよ。あー、ここに来るまでは町外れの屋敷で住み込みの管理人をしていました。屋敷の持ち主が言うには、どんなに隙間を防いだりセキュリティを強化しても人が住んでいない限りどこからか狡猾な獣が入り込んで家を荒らしてしまうそうです。怖いですね。やっぱりいろんなところから来てるんですかね。フォースプーン王国とか、この方も日本ではないですよね。獣の名前は聞かないままでしたが、きっとその獣には生活の気配がわかるのでしょうね。その屋敷でストーブの前で本を読んだり植物を眺めたりして過ごしていたんです。なるほど。それが私です。いえいえ、ありがとうございます、話していただいて。R スパイクについて、王様ですよね。あまり話したことはないです。でもきっと優しい人だという気がします。あ、セロニカさんについては怖いで、 R スパイクさんに対しては優しい人。あの、私はこんな感じなので話を聞いている人を不快にしてしまうのですが、別に大丈夫ですよ。王様は辛抱強く話を聞いてくれました。気を使わせてしまって申し訳ないです。何かいろいろと向き合う必要がありそうだったりしそうな方ですね。まあこの方が何を経験してきたのかね、詳しく知らないので、まあ、どっかで管理人をしてきたということしか知らないので詳しいことは言いませんが、まあ私でも話を聞くぐらいならしますので。店員はどこ？私は店員ではないですよ。わかりません。まずちょっとね、どうしても自分を守るところから入ってしまうっていうところがわからなくはないんですけどね。わからなくはないんですけど、生きづらそうですね。生きやすくなるといいですね。ゼネツさん、ここはどこ？ムーンパレスです。別に名前を知りたいわけではないですよね。ごめんなさい。いえ、あなたの情報を知りたかっただけです。名前だけでも十分ですよ。あるいは名前を知らない人がいたらそれも情報になりますので。どう説明すればいいのでしょうか。異空間というか普通じゃないところです。まあ、一種の異界で皆様方は、そして私は神隠しにあったということですね。地球の常識が通用するとは思わない方がいいかも。ああ、でもまあ親切にありがとうございます。ではまた。ではまたお話ししましょうね。私でよければいくらでもとは言いませんが、私のね、気の向いた時でよければお話をお聞きしますので。みんなドリンクバーが大好き。ドリンクバーもみんなのことが大好き。なんか怖いですね。なあ、やっぱエントランスが出るとこですよね。では先に月を望むテーブルの方に行ってみましょうか。おやおや、また新参が。あー、セロニカさんの次ってことですよね。 あなたがミルクを全部飲んでしまったガラスパンさん、手元のグラス。あー、ちょっとそれには触れないでほしいな。そのままにしておいてよ。あー、誰かのためのものってことですね。ではここの席にも座らない方がいいですね。斜めあたりに席を持ってきて座りましょうか。グラス、黒い液体で満たされている。お酒でしたっけ。
月、明るい話題につい話題入手、月について。カトラリーは見れない。ポスター、ケーキもあります。あるのかな。まあ飲み物はないし、上もないみたいですけど、そして老いもない。さて、ではまあ話してみましょうか。ガラスパンさん、あなたは誰？私はガラスパン、ムーンパレスの古株さ。ここに時計はないが、きっと数千年前からここにいるんだ。それ以上かもしれない。あ、人が来る一方ってことは溜まってくんですかね。その割にはセロニカさんとツェネズさんと、あとは王様とガラスパンさん、そして私と、今のところ5人ぐらいですけど、いなくなる人もいるんでしょうか。君のため初めに伝えておこう。ムーンパレスからは出られない。まああなたの認識ではそうという、出られないということですね。せいぜい楽しもう。あっはっは。そうですか。セロニカさんとは気が合いそうでしたけど、ガラスパンさんとはまだ分かりませんね。まあいろいろ話していきましょうか。ではでは、ガラスパンさん、あ、ガラスパンさんはこれなんですね。グラスがマークと。私、自己紹介でもしてほしいの？ここに来る前の話とかならできるけど、もともとは企業で掃除機とかのデザイナーをしてたんだ。途方もなく前のことさ。あー、でも掃除機のデザイナーっていうと現代からそんなに昔っていう感じはしないんですけど、その人が古株で、滅んだ王国の人よりもおそらく古株で数千年前からいるということは、時間軸もめちゃくちゃになっていますね。ここ多分私が担当したもので一番有名なのはクジラの呼吸シリーズかな。クジラ、まあ知らないか、業務用だからね。可愛くて力強くて使いやすいってなかなか評判だったんだよ。面白いですね。あとは何だろう、いやこのぐらいかな。まあいろいろ話しましょうか。ミルクある？ないなあ。私がここに来た時はたくさんあったけどな。ドリンクバーの飲み物と同じく砂糖もガムシロップもどこからか補充されるけど、ミルクだけはなくなったらそれっきりなんだよ。当時の故障とかなのかな。それで君が来る数千年前に私たちが使い切っちゃったの。あ、まあ、ガラスパンさんが最後に使ったって言ってましたね。ごめんね。いえ、お気になさらず。月の絵画について、ツェネズのところのだろ。ああ、ツェネズさん、まあ、セロニカさんよりは前にいると。ムーンパレスのロゴの三日月が書いてある。あのロゴは元の世界の方の層、普通のファミレスのムーンパレスと同じだよね。あそこが異界とつながる中継地点、境界なんですね。確かあの三日月には公式で名前が付けられてるんだよ。セレテニスくんとかそんな感じだったかな。なんかアルテミスとちょっと混ざってるような感じがしますとか。ミス・ワン・スイン・ア・ブルームーンとかだったかも。適当ですね。とにかく月にまつわる名前だったことは間違いないんだけど、その2つだいぶ違いますけどね。なんだかそのキャラのことを妙に覚えているんだよ。メニューの隅にロゴとキャラの紹介があってさ、君覚えてない？ミステリアスな性格とか趣味や昼寝とかやけに詳しく書いていたんだよ。あー、そういうのよく見るのが好きな人ですか。私も好きですよ。一つ共通点が見つかりました。ああいう設定誰が考えているんだろう。まあ、制作者か、まあ、そういうのを考えるのが好きな人が、職員側にいるということでしょうね。正直誰も求めていないでしょ。いや、少なくともガラスパンさんは求めていたんじゃないでしょうか。いや、話の種にはなったか。好きな飲み物は？やっぱり黒い酒かな。今も飲んでるしね。あんまり酔える感じはしないけど、酒というだけで結構気分的にいけるよ。まあ気持ち的なものですね。あとはペンギンソーダも好きだよ。刺激が強くて、なんか肉の味がするって言ってたやつですね。慣れるまでは結構きつかったけどね。まあそれぐらいしか娯楽がないと。あとはみんなで話すことですかね。それも話題が尽きると。私はまだまだ楽しめそうですけど。ドリンクバーについて、ここのドリンクバーはとてもいいね。不思議な味だけど癖になるようなものばかりだ。それにどういうわけか、いくら組んでもなくならない。本当の飲み放題だ。時間無制限だよ。なんたる幸運。あはは。まあね、みんなドリンクバーが大好きですからね。そしてドリンクバーもみんなが大好きという、この人の笑いは最後に乾いた感じが現れてますね。
目も合わせてくれませんし、まあ無理に合わせなくていいと思いますけど、月について、ここの月はいつも満ちているね、意志が変わることはない、ずっと満月ってことですね。あのマスコットくんは三日月ですけど、本当に美しいよ。でもたまには満ち欠けしてほしいね、まあ、時間が進んでいないということを表しているのかもしれません。ずっとこれじゃさすがに飽きてくるよ。時間が進んでいないのはここの場所なのか、それとも皆様方の心の中なのか。ケーキってある？ああ、このポスターのことでしょ。私も探したことはあるけど見つからなかったよ。何なんだろうね。まあケーキ見つかったら教えてあげますよ。セロニカについて、あの長い前髪の人だね。君と同じ新入りだ。仲良くしないよ。そうだな。彼は随分知恵が回るね。状況を飲み込むのも早かった。すぐに本当に死ねないのか試そうとしたのには驚いたよ。なんかやらかしたんですね、セロニカさん。持っていたペンで自分の首を刺そうとしたんだ。どうなるのか君を試してみるといい。まあセロニカさんにまあ聞くだけで私は遠慮しておきます。首を刺した顛末、痛いのは嫌だ、本人に聞くことにしよう。そうですね。セネズについて、セネズか、彼女はここ、ああ、女性の方なんですね。サイコさんだ、私が来た時から部屋の中さ。ああ、その割にはでも、他の人が来て話しかけたんですね、きっとセネズさんに。数千年以上より前からいると。私はこれまで脱出する方法を探したり死のうとしたり、まあいろいろとやってきたけど、それと比べて彼女の態度は一貫しているね。ずっと怯えていて部屋から出ようとしない。それはそれで強い精神の持ち主な気がしてくるよ。まあガラスパンさんも同等としていてね、なかなか同に言っていますよ。私もかつては部屋から出そうとしたこともあったけれど、とうとう出てこなかった。よっぽどの事情があるんだろうね。何に怯えているの？なんでしょうね。王について、スパイク王、あの王様に興味があるんだね。そうだね。一つ不思議な話があるよ。王様がここにやってきたのは私より後なんだ。そうですね、お話からすると。詳しくは知らないが、彼は近世の人とかなんだろう。だとすれば時系列的にちょっとおかしいよね。まあ私が気づくようなことは、ガラスパンさんも気づいていますか。ムーンパルスの神秘といえばそれきりなんだけどさ。いいですね、神秘。まあでもここでは少しぐらい解き明かしても良いでしょうね。店員はどこ？知らないな。私から言えるのは、店員はこれまで一度見たことがないということかな。でも案外テーブルの下とかに隠れているのかもしれないね。みんなで探してみます？ここはどこ？永遠のファミレス、ムーンパレス。これ以上の説明はないね。私も君も永遠にここにいるんだ。そこまで悪い話じゃないだろう。そうですね。ゆっくりしていきましょうね。なあ君、ファミレスを享受せよ。月は未知に満ちているし、ドリンクバーだってあるんだ。ここで、その言葉ですか。いいですね。知っていましたか？早朝はドリンクバーが半額です。半額でも元は取れません。ドア、開かない。鍵穴も見つからない。まあ、でもガラスだったら壊そうと思えば壊せそうですね。私はそんなことをする気はありませんが、そもそも開くようにできていないという感じだ。開いたとして外には月しかない。ここはどこなんだ？まあ外がね、これで思いっきり開けて直らないですごい寒かったら困りますね。店の外について、他は見れないので戻りましょうか。ではセロニカさんにちょっと話しかけてみましょう。ミルクある？ドリンクバーのですよね。スティックシュガーとかあるのにミルクだけは切れていた。きっとミルクは大好きな人がここにいますね。こういうのって案外本人は気にしていて、知られると恥ずかしいって思ったりしていますよね。きっとガラスパンさんですね。そっとしておいてあげましょう。月の絵画について、セネスさんの扉のそばにある絵画ですよね。三日月が書いてある。なんだか思わせぶりですよね。絵に隠された仕掛けを解いたら隠し部屋が出てくるみたいな。脱出ゲームとか好きな方でしょうか。気が合うかもしれませんね。絵画の裏も気になったんで外してみたのですが、なんと何もありませんでした。
まあそううまくはできていませんよね。好きな飲み物は？あのドリンクバーの中でですよね。月の涙が好きでした。口当たりがとてもいいです。でしたってことは過去形なんでしょうか、それとも一応まあそういう喋り方をしただけか。あなたもドリンクバーを見たんですね。あれどう思います？知らない飲み物ばかりじゃないですか。リンゴジュース以外は確かに一通り飲んでみたのですが、どれもちょっと変わった感じがしましたね。飲んでみたから皆さん出れないんじゃないですか。まあ特に体に影響とかはないみたいなのですが。平行世界のファミレスって感じですよね。そうですね。月について、あの月ですよね。常に満月ですよね。ということは月からムーンパレスを挟んだ後ろには太陽、何か光源があるのでしょうか。まあ普通に常識的に考えるとそうですよね。月は自分で光っているわけではなく、恒星、太陽の光で光っているわけですから、恒星だとしたらあの明るさでは済まない気がします。そもそも星ではない人工物で、例えば僕たちを監視しているとか。まあ何を言おうと検証のしようがないですね。でも話の種にはなりますよ。ああそうだ、大したことではないのですが、ここにやってきた夜も満月でした。まあ、つまり満月の夜に、表の世界のムーンパレスにやってくると、ここの平行世界のムーンパレスにつながるということなのでしょうか。ということは王様、スパイク王もファミレスにやってきたんでしょうか。満月の夜に金星って言っててファミレスがあるような感じはしませんでしたが、ここに来た経緯、まあ後で王様に聞いてみましょう。店の外について、外、月はありますがそれ以外の星は見当たりませんね。宇宙空間というわけでもなさそうです。異空間なんですかね。異空間だとして、そもそも異空間って何なんですかね。異空間、まあ異界、こことは自分の元いた世界とは異なる世界のことです。なので異世界の人からすれば、人間、我々の生きている世界も異界ということになります。我々は今ムーンパレスという異界の住人ですね。でまあそこのものを飛んだので、まあそことまあ一体化していると考えてよいでしょうか。常識に基づいて考えるべきではないのでしょうか。ついいろいろと答えを見出そうとしてしまいます。あ、私はそのスタンス結構好きですよ。いくらでもお話に付き合いますよ。ケーキってある？え？ないんじゃないですか？飲み物以外はなさそうですし。突然どうしたんですか？まあポスターがあったんで、まあ、見つけたらあなたに、セロニカさんに真っ先に教えて差し上げます。首を刺した顛末、ああガラスパンさんから聞いたんですね。彼女はここでは死ぬこともできないと教えてくれたんです。周囲の状況からして常識が通用するような場所ではないことは分かりました。異常な状況では正気と狂気は逆転します。そうですね。だから怖くはありましたが確かめてみようとしたんです。それでペンを首めがけて突き刺そうとしたのですが、ふっと力が抜けてあと少しのところで腕が止まったんです。力を込めようとしてもダメでした。言葉にするのは難しいですが、それで死ぬことができないという意味が分かりました。驚異的な再生力を得るとか、死んでも生き返るとかではないんです。強制的なルールとして死が禁じられている、そんな感覚でした。もしかしたらセロニカさんが自分で止めたのかもしれませんけどね。別に死のうとしていたわけではないので、そこは安心しましたよ。あーでもまあ怪我はするけど治らない上に死れないみたいな感じだったら悲惨なのでよかったですね。まあ、こうして一緒に楽しくおしゃべり、楽しんでいただけてます？楽しくおしゃべりできているわけですし、私はセロニカさんにお会いできてよかったです。ガラスパンさんについて、なんというかお酒ばかり飲んでいる人ですよね。協力主義者らしく振る舞っていますが、寂しそうにも見えます。彼女は僕にムーンパレスから永遠出られないと言いました。果たして本当にそうでしょうか。数千年も数億年も永遠ではありません。そうですね。もちろん彼女も初めからそう考えていたわけではないでしょうが、僕はここから抜け出す方法を模索するのは無駄ではないと思いますね。ということはあなたはガラスファンさんよりは出れるかもしれませんね。では常々について、引きこもっている方ですね。正直なところは彼女は
はなんだか怪しいですね。同意見です。部屋を頑なに出ないなんて何か理由があるのではないですか。例えば自分の姿や部屋を見られると都合が悪いとか。ともかく彼女は何かを知っている気がします。怪しすぎて怪しくないなんてことがあるのは推理小説くらいでしょ。まあ現実にも何かありそうで何かないって人いますけどね。私なんか若干あの王様ですね。実は僕彼のことを知っているんですよ。一方的にですが、奇妙な話かもしれませんが聞いてください。彼が統治していたというフォースプーン王国は今や地図上には存在しません。およそ500年前グステン公国に併合したんです。当時の記録によると王の一族は子宝に恵まれなかったらしく、彼が王位を継いだ後にはもはや正式な王位継承者が残っていなかったそうです。王室は対策を講じますがどれも成果ありません。国中不安が覆っていきます。そしてその果てに王が失踪するという大事件が起こったんです。ああ、それがスパイク王であると。すいません、もうちょっと驚くと思っていました。ああ、驚いたリアクションしましょうか。そうなんですか。それその王様というのはとか反応したらよかったですかね。すいません私ちょっと淡々としたタイプなので。話長いですか。いえいえ全然楽しいですよ、セロニカさんとお話しするの。すいません、でも続けますね。それでですね、フォースプーンは王政の維持が不可能になり、自ら合併をグステンに申し出るんです。合併の経緯はこのようになっています。実際グステンが侵略戦争を都合よく書き換えただけという説も有力ですが、ともかく王が消えたことはどの記録にも書かれています。それに現在までアールスパイクの遺体は見つかっていません。もしここにいるアールスパイクが本物なら、歴史の謎が一つ解明することになりますね。新たな謎も生まれたような気がしますが、あ、でも謎が解けるの嬉しそうですよね、セロニカさん。王はファミレスにいたここは本当に何なんでしょうね。まあセロニカさんは脱出したいみたいなんで、私は脱出派ではないんですが、いくらでも協力いたしますよ。まあちょっと話題が増えたので、ちょっといろいろ振っていきましょうか。ここに来た経緯、そういえばまだ話していませんでしたね。夜中です。家で本を読んでいました。ふと窓を見やると満月でした。そこで思ったんです。こんな月はファミレスにでも行ってみようかなって。私と同じですね。普段あまり外食しないんですけどね。深夜営業している近所のファミレスを調べて徒歩で向かいました。ここと同じムーンパレスという名前の店です。そこで店員さんにメニューを注文して待っていたら、気がついたらここにいました。ああ、同じですね。あなたも似たような感じですか。なるほど。ま、あとはまあ、脱出する方法まだわからないですね。僕たちはファミレスに閉じ込められていますが、外に出たとしてそれで解決というわけにはいかないのは確かですね。それでは暗闇に真っ逆さまです。もっとそう根本からひっくり返すような解決が必要な気がしますね。まあ皆さんがここに来た経緯を聞いてみて、そこを比較検証するのが良いのではないでしょうか。まあ、セロニカさんがいろいろ話しづらいとかあれば私が協力いたしますよ。実はこれは仮想現実でプログラムを停止するコードがあるとか、ワームホール発生装置で元の世界にワープするとか、あとは夢だとか。言うだけなら何でもできますからね。で、私が新しく情報を集めて、そしたらまたセロニカさんのところに行ってまた来ますので、まあ、ゆっくりしていきましょう。仲良くしましょう。ムーンパレスは24時間営業を続けます。ではテーブルに戻って。退屈してきた。脱出の目処もないし、他の人たちは私よりずっと前からいるんだよね。脱出したいんですかね。まあもっとゆっくりしていきましょうよ。暇じゃないのかな。私はまあセロニカさんと仲良くなりたいという目標がありますけど。暇じゃない？
カトラリー、まあ、特に使うこともない。ではノートに記録をします。ではでは、よし。お客様の声に応え、ペンギンソーダが復刻しました。うんうん。ではでは、タイトルに戻るをやろうとしたのですが、タイトルに戻る方法がわからないので、ここで本日はこの辺で終わりたいと思います。この動画や1回、そしてドリンクバーに興味を持っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、Twitter 現 X のフォローをお願いします。概要欄には本日プレイさせていただいたファミレスを享受せよの購入ページのリンクも貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。ではまた次の回でお会いしましょう。